シルクロードの主要なルートシルクロードの主要なルートシルクロードは東洋と西洋をつなぐ歴史的な交易路であり、それは紀元前2世紀から18世紀の間、経済、文化、政治、宗教において互いの社会に影響を及ぼしあった。シルクロード貿易は中国、韓国、日本、インドア大陸、イラン、ヨーロッパ、アフリカの角、アラビアにおいて、 それぞれの文明において、長距離の政治、経済的関係を築くことで、文明発展に重要な役割を果たした。主要交易品は中国から輸出されたシルクであるが、他にも、宗教、シンクレティズム哲学、科学、紙や火薬のような技術など、多くの商品やアイデアが交換された。シルクロードは、経済的貿易に加えて、そのルートに沿った。 文明館の文化的交易道でもあった。他にも病気もシルクロードにより伝播した。シルクロードの概念は一義的ではなく、抗義にはユーラシア大陸を通る東西の交通路の総称であり、具体的には北方の草原地帯のルートである草原の道、中央の乾燥地帯のルートであるオアシスの道、インド南端を通る海の道の3つのルートを言う。 競技には最も古くから利用されたオアシスの道を指してシルクロードという。オアシスの道は中国からローマへは、絹、アルタイ山脈から中国へは、金が重要な交易品となっていたことから、このルートは絹の道あるいは黄金の道と呼ばれており、後に草原の道や海の道が開けるまでは最も合理的な東西の交易路であった。 その一部は2014年に初めてシルクロード、長安天山回廊の交易路網としてユネスコの世界遺産に登録された。シルクロードという名称は19世紀にドイツの地理学者リヒトホーフェンがその著書チャイナにおいて財電シュトラー船として使用したのが最初であるが、リヒトホーフェンは古来中国で西域と呼ばれていた東トルキスタンを東西に横断する。 交易路、いわゆる、オアシスの道を経由するルートを指して、シルクロードと呼んだのである。リヒトホーフェンの弟子で、1900年に、ローランの遺跡を発見した、スウェーデンの地理学者ヘディンが、自らの中央アジア旅行機の署名の一つとして用い、これが1938年に、ザ・シルクロードの題名で英訳されて、広く知られるようになった。シルクロードの中国側起点は、 長安、欧州側起点は、シリアのアンティオキアとする説があるが、中国側は、洛陽欧州側は、ローマと見る説などもある。日本が、シルクロードの東端だったとするような考え方もあるが、特定の国家や組織が設定したわけではないため、そもそもどこが、起点などと明確に定められる性質のものではない。 中国から北上して、モンゴルやカザフスタンの草原を通り、アラル海やカスピ海の北側から国海に至る、最も古いとみなされている、交易路。この地に住むスキタイや強度、突血といった多くの遊牧民が、東西の文化交流の役割をも担った。現在の中国国鉄州二線は、部分的にほぼこの道に沿っている。 モンゴルのザヒアギーニエルベグドル時大統領が、同盟の中路網経済回路を提唱している、ことでも知られている。モクヘシャゲニミやビホータンカシュガルカルギリクハジョウカツ、スエアルカンドイエンギサール弱強主戦カシュガルヨウカン、ドモエスワエタクラマカンサバクロプノール、トンコウギョクモンゼキローランアカツイケルガラス、中期時コルラクチャリンダイエンキエンキ。 高所ハミトルファンアルマトイウルムチグルジャーヘシャゲ、山口カラマイチョチェク、天山山がミアクコンロン山ミアクパミール、高原西域地図東トルキスタンを横切って東西を結ぶ対象路はオアシスの道と呼ばれる。このルートをリヒトホーフェンがシルクロードと名付けた。長安を経って今日の乱州市のあたりで黄河を渡り火星回廊を経て頓光に至る。ここから さきの主要なルートは次の三本である。西トルキスタン異性は多数のルートに分岐している。このルート上に住んでいたソグド人が、当の時代のおよそ7世紀から10世紀頃、シルクロード交易を支配していたと言われている。東トルキスタンの工房市については、西域、ローラン、ポータン王国、中国の歴史などを参照のこと。オアシスの道や河川が、 南のシルクロード、四川省からチベットへのルートは、南のシルクロードとされ、主な交易品は茶であったため茶箱堂とも呼ばれる。青い線が、海の道中国の南から海に乗り出し、東シナ海、南シナ海、インド洋を経て、インドへ、さらに、アラビア半島へと至る回路は、海のシルクロードとも呼ばれる。海のシルクロードの起点は、福建省泉州市。すでに、 プトレマイオス朝の時代からエジプトは、紅海の港からインドと通称を行っており、エジプトを征服した古代ローマは、この貿易路も継承して、南インドのサータバーハナ朝との交易のために、港湾都市アリカメドゥなどいくつかの商業拠点を築き、絹を求めて、中国にまで達したことは、中国の司書にも記されている。このルートで、セイロンやインド、 ペルシアの商人も中国に赴いたのである。しかし、陸のシルクロードが諸国の戦争でしばしば中断を余儀なくされたのと同様、海のシルクロードも公転や海賊の出没、各国の政界権の争奪などによって格乱され、必ずしも安定した交易路とは言えなかった。7世紀以降は、ペルシアの交通路を継承したイスラム商人が絹を、 求めて退去中国を訪れ、甲州などに居留地を築く。中国のイスラム教徒居留地は、東末に、甲州大虐殺や抗争の乱によって、大打撃を受け、一時後退した。壮大になると、再び、中国各地に進出し、現代まで続いた。元のクビライハーンは、東シナ海、南シナ海から、ジャワ海、インド洋を結ぶ、この貿易路で、 政海権を握るために日本や東南アジアに遠征軍を次々と送った。この時期にはアフリカのイブンバットゥータも先週、復讐を通って大東を訪れた。民は超高貿易しか認めない解禁政策をとり海上交易論を海賊から保護した。定和艦隊はアフリカのマリンディまで航海しており、この艦隊は軍事侵略。 占領を目的とはしていなかったが、明、孔って戦争で、正論から攻撃を受けた際は首都まで攻め入って、武力制圧し、王、荒カスワラとその家族を中国に連れ去ったこともあった。帝は艦隊の進路その後インド洋は、オスマン帝国、マムルーク朝、ベネツィア共和国が政界権を握っていたが、16世紀に希望本経由で、 ポルトガルが進出し、1509年のディーウ、沖海戦で敗れたため、イスラム商人の交易ルートは衰えた。1622年、イングランド王国、サファビーアサ・ペルシア連合軍が勝利したのを皮切りに、1650年には、ヤーリバーサが、インド洋の政界権を握り、ポルトガルとスペインの商人が追放された。また、中近世以降は、 中国から大量の陶磁器が公益商品となったので当時の道とも称された。19世紀にペルシャ湾戦役の結果イギリスが聖火権を握った。中華人民共和国は真珠の首飾り戦略から聖火権を握ることを目指しているとされ、この貿易路を21世紀海上シルクロードと呼称している。このルートはヒマラヤルートや中国では クラインロ南西インロなどと呼ばれ、名称も定まっていない。これまで中国と南アジア間でもチベットを介しヒマラヤ山脈を抜けての交易があったことは中国側の文献資料や個別の遺跡の出土遺物から確認されていたが、その点と点をつなぐ交易路の痕跡が発掘調査や人工衛星測量などから明らかになってきた。その一方で、 開発の波が押し寄せ、遺跡の破壊が深刻化していることもあり、インドネパールブータンの交易路をシルクロード南アジアルートとして、ユネスコが直接検証と保護に乗り出すことになった。ベンガル地方の宝石や産ゴが絹と交換され、後にインドに養蚕、絹生産技術がこのルートを経て、中国から伝播したことは、限られたクアーの自生環境と重複していることから、 推測されている。インドでは、栄養時代に、綿紙生産が奨励され、ヒマラヤ山間部では、羊毛生産が主であり、伝統的に、シルクシャンタンの生産が行われてきたのは、インド北東部のような辺境域であるため、検証作業が困難になる。また、インドの養産は、毎回森林から取ってくるクワゴで、クワも、中国や日本の品種とは全く違い。 カイを煮伏しなやヒンサーであることから絹としての質感が異なり、従来のシルクロードを行き交った絹とは一線を画したものであるため、シルクロードとして一くくりにして良いものかという疑問も提されており、このような根本的な議論から始めるとしている。エフェソス公会議で異端とされたキリスト教、ネストリウス派は、東方で布教に努め、ペルシアなどで勢力を築いた。 中国に広まったものは、景況と呼ばれていた。781年に刻まれた大神景況、流行中国碑は、部分的に、シリア文字やシリア語も使われており、古代の宣教師たちが、シルクロードを通って、中央、アジアや中国まで往来していくことを示している。仏教のシルクロード、電波シルクロードを経由した、中国への仏教電波は、漢王朝の明帝が、 西洋に派遣した大使の記録によると、西暦一世紀頃であったという。この時期に仏教は東南アジア、東アジア、中央アジアに広がり始めた。カミザブ、大城、チベット仏教はシルクロードを経由してアジア中に広がった仏教の三つの主要な宗派である。四世紀以降は中国の巡礼者がインドにオリジナルの仏典を求めて、 シルクロードを旅した。中国からインドへ、北拳、玄城三蔵が渡り、韓国からインドへは、越町が渡った。玄城三蔵の旅は、大東西行き機として記され、後に、これをもとに16世紀に、フィクション作品最有機が生まれた。日本には、奈良の小僧院に、中国製やペルシア製の宝物が数多くあり、天平時代に、遣唐使に随行して、 ペルシア人のリミツ影が日本に来庁したことに関する記録なども残されている。当時の日本は、東大の東西交通路の東端に連なっていたと認識されており、正倉院はシルクロードの東の終着点と呼ぶことがある。シルクロードに関しては、近年の日本における学校教育でも取り上げられていたが、 歴史やヘリンの著書などに関心を持つ一部の人たち以外にはさほど興味を引く存在ではなかった。しかし、中華人民共和国との文化交流が進む過程で NHK が中国中央電次第とともに1980年に共同制作した NHK 特集シルクロード市中コレージマイナスによって北楼のノスタルジックなテーマ音楽と共に一躍。 シルクロードの名が広く知れ渡ることとなった。日本では、シルクロードという語は独特のエキゾチシズムや、ノスタルジアと結びついており、西安や新疆ウズベキスタン、イラン、トルコなどへの海外旅行情報やツアーの広告には、必ずと言って良いほど、シルクロードという言葉が記されている。この80年代のシルクロードブームを受け、 1988年に日中両政府は日中友好環境保護センターの設立を決定した。また、平山郁夫はシルクロードの世界遺産登録をユネスコに中国政府と共に働きかけて平山郁夫シルクロード美術館も設立した。一帯一路、シルクロードが世界遺産に登録されたことを契機にユネスコの人文社会科学局が推進する。 異文化間の対話プログラムにおいて、シルクロードマイナス対話、多様性、開発プロジェクトが始まった。これは、シルクロードほど多様な人種、文化、宗教、自然環境などが混在する地域はなく、そのことが、歴史的には軽装の舞台ともなってきたことから、シルクロードを平和の象徴にしようという趣旨である。具体的にはユネスコを代表する事業となった、世界遺産を、 シルクロードに広げてゆき、各地域に、無形文化遺産、記憶遺産、生物圏保護区、ジオパーク、創造都市ネットワークなど各種ユネスコ事業を、相当入展開し、稼働文化財や少数民族言語の保護にも取り組む。ユネスコ公式サイトでは、シルクロード、オンラインプラットフォームを立ち上げた。一方で、このプロジェクトの主たる旗振り役が中国であり、 中国による一帯一路計画の文化面政策として利用される懸念もある。一帯一路の中核事業として位置づけられた東、アジアから中国、モンゴル、カザフスタンを経由し、ロシア、東欧、欧州などへ貨物列車を使用した物流網が開通しており、鉄のラクダとも称される。ラクダに乗る西方人の像。ありがとうございます。